上瑠里坂のあだちは、漢文12年2月3日に、宇都宮藩元藩士の奥平原八が、父のあだである、同藩元藩士、奥平隼人を討った事件。公前寺本堂詳細は、宇都宮公前寺人情事件を、参照発端は、漢文8年3月2日、下野光公善寺で、宇都宮藩の前藩主、奥平忠正の法要での口論である。 七族後老王と呼ばれる十神十二矢の内野矢の当主であった奥平内蔵城と奥平隼人の二人が某主、忠政の法要において些細なことから口論となり憤慨する内蔵城が隼に向かって抜刀したが帰り家にあって怪我を負ってしまった。居合わせた大神衆の同輩、兵道現場などの仲裁により。だが、その夜、内蔵城は切腹する。 班長へは、公然寺での刀傷から、破傷風で死去と報告された。班の処分は、事件から半年を経た9月2日に下された。早戸へは海液、内臓場の着手、原発、並びに内臓場の重邸、伝蔵省庁へは、過労没収の上、追放が申し渡された。奥大家を追い出される形でありながら、両者には大きな差があった。 両成敗ならば、早とは切腹となるはずである。それが、玄八たちへは即日退去を命じておきながら、早とと、その父、藩斎へは、物々しい護衛をつけて送り出しているのである。その、早との親子らは、江戸の旗本、大久保助右衛門の屋敷に身を寄せた。そのためこの処分には、喧嘩両成敗に即せず、不公平である、と追放された玄八とその一族に同情する者が、 続出した。中には、奥大家を見限って、浪人の身となる者さえ現れた。こうして、原発の一党は、警配は元より重心の指定までもが含まれる、一段となり、源の八十一党はあだうちを誓って三年余りも、私服することとなった。原発に同情して自ら浪人の身となって、原発の助立を買って出た、主な奥、平家の藩士は、四十数名に及んだ。 あだちの作戦計画、立案、実行の首謀者は、桑名頼母という、知られざる地望の死であったという。原発に同情して自ら老人の身となって、原発の助立を買って出た、主な奥、平家の藩士及び賠信は、以下の通り、浄瑠璃坂事件の当事者を追放して間もなく、老い原一件を、幕府から咎められた奥平家は二万国を原告されて、 では山形藩九万国への天法となっていた。漢文九年七月三日、原八ら一頭は手始めに追放処分を受けず、奥平家に泊まっていた、早戸の自定、奥平和馬城を、手は上の山で待ち伏せし、打ち取った。原八一頭からの襲撃を不安視した早戸は、江戸市ヶ谷浄瑠里坂の高城と戸田七之助の屋敷へ見を移した。漢文十二年二月三日、 未明、玄八と、その一等十二名が、早戸の潜む戸田屋敷へ打ち入った。玄八らは十数人を斬るなど終始優勢であったが、早戸の父、半歳を打ち果たしたのみで、目的の早戸を探せなかった。一旦あだ打ちを断念した打ち入りの一等が、屋敷から引き上げて、牛込五門前まで来たところで、早戸が手勢を引いて追ってきた。玄八は取って返して、早戸と対決し、 ついにこれを打ち取った。原八ら一党は幕府に出頭して裁きを委ねた。文字政治への転換を進めていた徳川家綱の政権はこの行為を許さず武士の死闘を悪として封じ込める策を取った。ただし、原八の首相な態度に感銘を受けた大老を言い直す身による幕閣への影響力が大きかったためか結果としては死党を減じて 伊豆大島への流罪という処分に落ち着いた。流罪から6年後、天順13回帰追善法要に伴う、御社によって赦免された原発は、この後は、彦根藩池家に飯抱えられた。他にも、竹へ飯抱えられた者がいた。原発の一族40人以上が都道を組んで、家事小族に身を包み、明け方に家事を装って上瑠里坂の屋敷に、打ち入ったという方法などは、 三十年後に起こる、阿光事件において、阿光老子たちが参考にしたとされている。原発の一党は仇討ちを果たした後、自ら出頭しているが、阿光老子もこれに習っている。徒党を組んでの仇討ちは禁じられており、本来ならば、死罪に相当するが、原発らへの処分は味方によれば寛大なものであり、恩赦後、彼らは竹へ召し抱えられた。この仇打ちは、 意外津の仇討ちと並ぶ仇討ちとして、当時は大変な評判となり、江戸の河原版を賑わせて、武士道の藩として世間に感銘を与え、歌舞伎や講談の題材としても取り上げられた。1955年には、復讐上瑠璃坂、二部作として映画化もされている。後に起こった赤穂浪士の討ち入りと合わせて、江戸三大仇討ちと称されることも多いが、近年では、 あだうちの原因のわかりにくさや、当事者の関係の煩雑さもあって、他の二つと比べて取り上げられることが少なくなっている。ジョールリザカ幼タキウちは1744年初への歌舞伎作品。復讐ジョールリザカは1955年12月11日公開の日本映画。第一部、鬼節峠の襲撃。第二部、暁の決闘からなる。監督。 二川文太郎、並木京太郎出演者、嵐勘十郎、大河内伝次郎、中村玉尾、大木地影、中村千尺。制作宝塚映画、配給東宝。ありがとうございます。